皆様こんにちは。今回は Android を PC に接続したときにメディア転送モードを自動選択する設定をご紹介させていただきます。 Android は初期状態では PC に接続したときに充電モードが適用される設定となっていて、ファイル転送などを行うメディア転送モードを利用する場合は通知バーから切り替える必要があります。しかし Android の設定でメディア転送モードを優先するように設定しておくことで、 PC と接続したときに最初からメディア転送モードが選択された状態となり、メディア転送を素早く行うことができるようになります。 Android でメディア転送を自動選択するようにする設定は、まず開発者向けオプションを表示しておく必要があります。また開発者向けオプションのスイッチもオンの状態にしておいてください。開発者向けオプションにアクセスできる状態で Android の設定を開き、開発者向けオプションをタッチします。開発者向けオプションページを下に移動してネットワークカテゴリまで移動し、 USB 設定の選択をタッチして MTP を選択します。これで完了です。これで次回から Android を PC に接続したときに初期状態でメディア転送モードが選択された状態となり、PC から Android のフォルダにアクセスできるようになります。ただし例えば Android を PC に接続している状態で通知バーから充電モードを選択してしまうと、充電モードが選択された状態となり、次回 PC と接続した際に充電モードがデフォルトとなってしまうのでご注意ください。以上、 Android を PC に接続したときにメディア転送モードを自動選択する設定のご紹介でした。